航空総体司令官とは、航空自衛隊航空総体の指揮官で、防衛大臣の指揮監督を受け、航空方面隊及びその他防衛大臣の定める、部隊のタイムを統括する。空将の階級にある自衛官が当てられ、陸上自衛隊の陸上総体司令官と、各方面総監、海上自衛隊の自衛官隊司令官と、 横須賀地方総監と佐世保地方総監と共に、政令で規定される指定職5号の役職で、航空自衛隊では航空幕僚長に次ぐ、事実上第2位の地位にある役職である。ただし部隊運用に関する防衛大臣の指揮命令は、フォースプロバイダーの航空幕僚長ではなく、フォースユーザーの統合幕僚長を通じて受けて、霊化部隊を運用する。 1961年6月12日、自衛隊法の一部改正により、航空総隊司令から航空総隊司令官に改称された。2011年3月11日に発生した東日本大震災においては、災い統合任務部隊指揮官、君塚英治陸将の指揮官、航空自衛隊災害派遣部隊を統括した。また、ミサイル防衛では航空総隊司令官が、 海上自衛隊のイージス艦をも含めた BMD 統合任務部隊の指揮官を兼務する。ありがとうございます。